はい、先日のスタートの両国大会、両国シンデレラで相川瑞稀の引退試合の相手を務め、見事勝利しました。そのことについて一言お願いします。いやもう両国はマジ最高だった。あんなでかい会場で、このよしこ様の迫力あるプロレスをあんなたくさんのお客さんに見てもらえたのはマジで最高だったし、もうその中で相川瑞稀に勝ったっていうのがもう一番最高。まああんな引退するやつにね、負けてちゃスターダムの未来もないし、このよしこ様が負けるなんてことはありえなかったから、まあ勝って当たり前だったんで、まあまた継続して両国をやれるようにまた一歩一歩積み上げていきたいと思ってるんで、はい。早速 6.2 後楽園ホール大会で、新チャンピオンとなりました白井伊代選手の赤いベルトに挑戦が決まりました、はい。その一戦について意気込みをお願いします。はい、もうね、本当その両国大会で本当に気に食わなかったのが白井伊代が赤いベルトを巻いたこと。もうね、なんだろう、全く魅力を感じないあいつが巻いてることに。もう今まで自分も赤いベルト欲しいって言ったけど、それは高橋奈々が巻いてるベルトだったからであって、もうね、白井伊代が巻いてても本当にね、多分誰も取りたがらないと思うし、だからもうこの際自分が赤いベルトをあいつから取って、もう自分が赤いベルトを持って、自分が世間を巻き込んでいきたいと思ってるんで、もうあいつに負ける要素も一つもないと思ってるんで、もうパワーでも迫力でも何でも勝ってるんで、もうあいつには負けません。自分が白いをぶっ殺すんで、そこら辺よろしく。